おはようございます、星野瑠璃です。今日は2016年キーンランドカップの予想ということで、1つ目データを紹介します。こちら、はい、でこのデータ、このレースは函館スプリントステークスの好走馬が再び好走しやすいレースです。毎年必ず馬券内に来ているので、函館スプリントステークス組を馬券から外すのは危険です。こっちが函館スプリントステークスの成績で、こっちがキーンランドカップの成績っていう風になってます。下まで見えたかな。で今年は函館スプリントステークスから8頭が参戦しています。1着から3着のソルベイク、シュージ、レッツゴードンキーっていうのは、必ず馬券を買うとして、残りの馬をどう評価するかが重要だと思います。上位3頭はすべて函館スプリントステークスより金量が増えているので、下の順位だった馬の逆転の可能性も、あると思います。で4着だったアクティブミノルは函館スプリントステークスが56キロで、今回は58キロ、さすがにちょっときついんじゃないかなという感じです。で5着から7着のエポワスとオメガウェンデッタとオデッセウスは函館スプリントステークス後に UHB 賞を使っています。例年キーンランドカップは函館スプリントステークス、アイビスサマーダッシュ、UHB 賞がステップレースになっていて、今年はアイビスサマーダッシュからの参戦がないので、 UHB 賞組は注目するべきでしょう。で2つ目のデータがこれかな、あこれで、このデータで過去10年の UHB 賞組っていうのは52頭出走していて、成績が2-1-2-47とそれなりに来ています。で来てる馬っていうのを調べると、2頭は UHB 賞を勝った馬で、残りの3頭は UHB 賞を負けていました。で負けた馬の成績を調べると、すべて過去に重賞で連帯実績がある馬でした。で今年の UHB 賞組っていうのは、1番のセカンドテーブル、6番のオメガベンデッタ、7番のサドンストームに実績があります。で UHB 賞敗戦組っていうのは人気がなさそうなので、紐に入れておくのがいいと思います。 OK。 であとは14番のブランボヌールに注目。で2歳児に函館で2連勝していて、函館2歳ステークスを圧勝しているところから、北海道開催があって、距離が 1200m がベストなような気がします。 NHK マイルカップでも見せ場たっぷりの内容で、今回出走している3歳馬では一番強いはずです。函館スプリントステークスを好走したシュージやソルベイクより金量が軽い今回はチャンスだと思います。はい、それで改名なんですけど、私が注目している馬っていうのが、1番のセカンドテーブルと4番のシュージ、5番のソルベイクと6番のオメガバンデッタ、7番のサドンストームと12番のレッツゴードンキと14番のブランボヌールの7頭、この7頭を注目馬として挙げときます。でこのレースはとにかく牝馬が強いので、牝馬の5番ソルベイクと12番のレッツゴードンキと14番のブランボヌールを軸にしたいと思います。3連複のフォーメーションで、1列目にこの3頭だから、ソルベイクとレッツゴードンキとブランボヌールの5-12-14で、2列目に5-12-14プラス1-4-6-7で、3列目にその5-12-14で1-4-6-7っていう計31点のフォーメーションにしたいと思います。ちょっと人気も割れるかなという感じなので、UHB 賞敗戦組っていうのが来たら割と美味しい馬券になりそうかなと思います。
キーンランドカップ、こんな感じの予想になりました。参考にしてみてください。じゃあまたね。